ソングの話から、はい、ということでフレンソング、はい、フレンソング保坂和志で、なんか1990年かみたいですね、うん、デビュー作ですね。デビュー作でなんか候補になったけど受賞はしなかったかなんかです。ノマ文芸新人賞ですけど賞は取らずに、群像に、90年に、そうですね載ってます。でじゃあもうあらすじからいきますよ。そうですね、あらすじあります。私あ文庫の一応Amazon、まあ、一緒やと思うんですけど、内容ブックデータベースより、うっかり動作を中断してしまった瞬間の子猫の頭の空っぽがそのまま顔と何よりもまん丸の瞳に現れてしまい、世界もつられてうっかり時間の流れるのを忘れてしまったようになる。猫と競馬と4人の若者のゆっくりと過ぎる奇妙な共同生活、冬の終わりから初夏、そして真夏の海へ行く日までっていうあらすじ。はい、同じですか。同じです。ああ、なんかそんな2人とも初めての保坂和志、ね、そうですね。で保坂和志は、まあ、全然どんな人かも知らなかったんですけど、はい、まあ、なんかこう、まあ、いきなりこの 話って言うとあれですけど、フレンズソングの中に村上春樹の名前出てきましたね、はい、あ出てきましたね。だからその下の世代なのかな、うん、ちょっと一回りぐらいかな。そうですね、なんか世代がどれぐらいの人かもよく分かってなかったんで、ちょっとこれ出てきた時にそういう関係というか年齢かと思いましたね。だから90年代でデビューやから、ちょっとまあ後なんかな。でもそう思ったらだいぶ、うん、だって70年代とかでしたよね。これから入るとこれ何でしたっけ。風の歌を聴け、あ風の歌を聴けが79年に初版が発行されてますね。うん、じゃあまあ 10歳ぐらい、10年ぐらい、うん、まあその作家としては、作家としては後なんだ。で大学が一緒ですよね。早稲田、この人早稲田政経ですかね。めちゃめちゃ頭いい。ああ、そっか、早稲田、そこも一緒か。学部はあれだと思うんですけど、政経学部と中村樹は文学部かな。うん、なんかあれですね、演劇の学科でしたね、はいはい、で山梨県の人、うん、なんか鎌倉で育ったみたいな。ああ、そうですね、書いてますね。なんか自分のホームページも持ってますよね。ああ、そうですね、手作り感のあるホームページ持ってて、ちょっとまあそれは僕は見てなかったんですけど。あ、そうですか。じゃあまあこのさっきのあらすじ、結構なんかよくわからないあらすじですけどこれだけ読んだらどんな本かあんまよくわからないじゃないですか。あらすじというか、うん、どうでした。これは全体的に、まずなんか、そうですね、まあ全体的に読み終わって、まあ、好みが好みじゃないかっていう大きいので言うと、はい、そんなに好みではなかった。ああ、そうですね、思いましたね。あんまり、じゃあ これ続編もあるらしいですよね。そうですね、フレンソング、うん、草の上の朝食でしたっけ。うん、なんかそれが新人賞かなんかでしょ、忘れましたけど、うん、なんかでもこういう風な作風だなっていう、あのなんて言うんでしょう、そんなにこう起承転結がないというか、うんうん、あの物語らしい物語がない作品だっていう前情報はあったんで、ああそうなんですか。まあそういう話だろうなと思ってたから、特にその思ってたのと違うってことではなかったんですけど、うん、まあまあ読み終わっても、まあ、イメージ通りだったし、でまあそういう話が好みかっていうと好みではないかなという。あ、そうですか、はい。まあ、僕は全然全く前情報なしで読んだんで、はい、だから全然どんな話、どんな本なんか知らないまま読んでましたね。どうでした、読み終わってその印象は。僕は結構、まあ、好きなタイプですね。だからなんかこう途中までというか中盤まではほんまにこれ何を読まされてんやろっていう感じで、ちょうど真ん中ぐらいまでそんな感じだったんですけど、その1週間ぐらいで今回読んで、真ん中までがほぼ5日6日ぐらいかかってたんですよ。で残り半分はもう一気に読んだっていう感じなんですよ。でだから中盤以降は結構読みやすかったですね。それは慣れてきたっていう感じですか。なんか何を描きたいんかっていうのがだんだん見えてきたっていうような感じですね。このなんか何を読まされてんやろって思いながら最初読んでたんで、これは何をどうしたいのかなっていうのが分からんまま読んでたから、それが中盤以降ではこういうことをやりたかったのかっていうのがだんだん見えてきて、
それで読みやすくなったっていう感じですね。確かに 何の情報もないまま読み出すと、うんうん、確かにそう、結構だからいろんな人が出てくるじゃないですか、はい、最初の本から、うんうん、まあ、順番にこう人がこう次々出てくるから、まあ、誰が誰か分からないながらこう 何やってんやろこれはとか、何を読んでんのかなと思いながら読んでたんですけど、それがなんかまとまっていくんで、うん、僕は結構中盤からはまあ映画とかで言うと、その誰やったっけ、パターソンとか、うんうん、その辺の映画に近いんかなと思って。そうですね、ちょっとパターソンのような、うんうん、起承転結がなくて生活を丁寧に描いてるような。そうですね、やっぱ結構そのそういう感じかな。そう、ジム・ジャームッシュの映画ってそんな話ばっかりやったんで、うん、そのストレンジャー・ザン・パラダイスとかも割と近かったなと思って、うん、そのそれは起承転結、まあ起承転結はないっていうか、ほんまに淡々としてるやつ、うん、なんか映画ではまあまあありそうな、あ、そうですね、小説ではそんなにない感じしません？うんうん、映画でイメージ浮かびやすい話でしたね。そうですね、うん、そうですね、うん、邦画とかでも全然ありそう、うんうん、なんとなく雰囲気というか情景をメインに描いてるみたいな、うん、その物語っていうよりは。だから僕は結構その描かれてる内容も結構好きやったなと思いましたね、うん、これがだからなんか割と外国人にも受けるんちゃうかなと思ったんですけどね。そうですね、この話やったら、うん、でこの内容で舞台がなんか西海岸とかやったらもっと読みやすかったと思いますよ僕らとしたら。そうですね、確かに、うんうん、なんかその鎌倉とか東京とかでやってるから、うん、ちょっとなんかなんていうの、分かってしまう感じのこう、うん、確かにそれは地元感が出てくるけど、うん、そうですね、確かにアメリカの一昔前の小説みたいな認識で読み出すと、まあちょっと爽やかな青春小説っていうので、うん、気持ちよかったかもしれないなと。最後の海のシーンは結構私もいいと思ったんですけどね。はいはい、どこがピンとこなかったかな、まあ、まあそもそもちょっと話一応この流れを整理すると、はい、まあ、主人公の僕というのがいて、はい、2LDK の部屋を借りたけど、まあ、一人で住むことになったっていうところから始まるわけですね、うん、そうですね、なんか彼女と別れたとかそうなんですよね。そう、付き合おうと、あ、一緒に、そうですね、一緒に住もうと思ってた女の子がいたけど引っ越す前に振られちゃった、うん、で、まあ、ちょっと持て余してる広い部屋に、まあ、転がり込んでくる仲間がいてっていう話ですね。うん、うん、まあ、なんか、なんですか、映画仲間みたいな人ばっかりだったんですね。そうですね、一応、うん、まあ、確かそういう意味じゃ映画にも親和性のある話かな。映画確かによく、うん、映画の話題も出てくるし、なんかそういう、まあ、映画でやったりとか劇団であったりとか音楽やってたりとか、そういう感じのなんか金のない仲間たちみたいな、うん、雰囲気のまだみんな20代と、一番年上でも20代後半ぐらいですかね。そう、主人公がなんか30なんですよね。30、こうなんか周りの人は若い人が多いけど、うん、主人公とあとその同級生の、あの電話の女、そうですね、電話の女が、まあ、30、うん、ユミコとか、ユミコか、同い年かなんかちょっと多分、うん、あとあの、まあ、おっさんも出てきますからね、競馬の競馬仲間ねその辺はまあ住みはしないんで、うん、だからもっとこうこの雰囲気って確かに10代20代なんですね。うん、まあ、あの僕も30代、主人公の僕も30代だけど、まだちょっとこう心は若い感じだから、うん、話としては20代あたりって感じかな。そうで、なんか大学生ぐらいの雰囲気じゃないですか、うん、でも会社員ばっかりなんですよ、ね、半分ぐらい会社員ですか、出てくる人、まあ、でも会社の話ってすごい描かれてなくて、あ、そうですね、もうなんかそんなに重視してないというか、出勤して帰ってくるっていう、その仕事の内容に一切触れないですか、ね、触れないですね。で、あの、まあ、あのなんかこの誰だっけな、島田っていう人も、はい、ちょっとだけ、まあ、仕事場の話が出てくるっていうぐらい、うん、あのワイシャツ着たまま寝る人ですよね。その中で社長が、社長の話が最後ちょっと出てくるけど、あ、ちゃんと働いてたんやっていう思うけど。でもそいつね、島田もなんか仕事辞めるみたいなこと言って。そうですね、うん。あんまりこう仕事はこの小説の中では、うん、重要視されていないところかな。
だからなんかこう日常っぽい話ではあるけど、はい、あんまりリアリティはない感じですね。そうですね、リアリティがないっていうと、あの登場人物にアキラっているじゃないですか、うん、はいはい、あの20歳くらいですかね、20代の相当まだまだ前半ぐらいの若い男の子がまあ転がり込んでくるんですけど、はい、そのアキラくんがちょっとこうなんていうかリアリティがあんまり感じられなかったかなと思って、あ、まあ、自分の周りにもいなかったし、まあ、結構なんていうんでしょう、あのなんていうか子供っぽい、うんうん、子供っぽい男の子で、うん、なんかちょっとこう話し方も拙い感じがして、うん、なんかそういう同性を今まで会ったこともないし、うん、あの小説の中でも自分の読んできたものの中にはそういうキャラクターとして出てきたことがなかったから、うん、ちょっとこの子が私の中では最後まで馴染めなかったですね。ああ、そうですか、うん、なんか写真を撮ってる人ですよね。そうそう、なんか彼女だかの由美子さんでしたっけ。彼女は陽子、彼女は陽子か、うん、まあ、彼女にずっとこう後ろついて歩いてるような男の子で、うんうん、なんかちょっと子供っぽさがなんとなく、うん、馴染まなかったかな。アキラが一番私の中ではこの小説の中で違和感を覚えた。ああ、そうですか、うん、まあ、僕は個人的に言うとこんなやつは海外にいた日本人でだから全然なんか違和感はなかったですねなんかこう見た目が良くてモテて、はい、金なくて、はい、でもなんかそういうセンスあるみたいな、なるほど、うん、若いやつでなんかこう人当たり良くてというか、なんか人の間に取れるの上手みたいな、うん、そっか、私の観測範囲が狭いだけか。まあ僕はそういうのは日本であんまそういう知り合いはいなかったですけど、はい、海外にはいましたね、日本人で、うん、まあ、だから人物像とかっていうと、はい、結構みんなあんまりそういう実在感ないんですよ。アキラもそうですけど、まあ、島田もなんか漫画のキャラみたいじゃないですかそうですね、島田にしろ陽子とかも全くいないじゃないですか、こんな人。あ、そう、陽子もちょっとね、私も怖いないなと思いながら読んでましたね、うん、すごい猫のことが好きで、うん、ずっと猫の後をかけてるような。そうですね、なんかそれが仕事になってるみたいな言われますか、途中で、うん、だから実在感は全然ないんですよ、うん、この生活風景みたいなのをひたすら描いてる小説ではありながら、そんな生活はそうですね、ないっていうありえへんなんか日常なんで。そうですね、なんでしょうね、そういうのってうまくハマる時もあれば面白いと思う時もあるんですよ。別に、あのこんなん現実にないだろうっていくらでも小説の中であるんですけど、別にそれが面白いと思う時もあるんですけど、今回はなんかそれが面白いとあまり思えなかった。あ、そうですか、うん、僕は結構だからあの、まあ、これ時代なんかもしれないですけど、これ理想的な感じの生活とかを書きたかったのかなと思って、はいはい、あ、現実味をこうすごい省いたというか、うん、僕がだからそのシェアハウスとかも住んでたから、はいはい、割とこの辺の感じってすごい実感としてあるんですよ、生活のなんか 理想としてってことですか。いや、なんかこういうのが面白かったとか、こういう生活の仕方が楽しかったとか、うん、理想としてっていうよりはまあ、どっちかっていうと、まあ、現実としてあるんですけど、僕は。じゃあ河野さんから読むとそんなにこの作品って別にありえないとは必ずしも言えないってことですか。ね、そのいいとこだけを取った感じなんですね。あの現実はその両面があるから、はい、その楽しいとこと面倒くさいとこととか、うん、でまあここでだって働いてるの主人公とその島田くんだけじゃないですか、うん、でその2人はその仕事について一切出てこないんで、うん、その辺が結構現実では半分ぐらいを占めるから、うん、人生というかそうですね、で他の2人はなんかこう金は一切金の話一切出てこないし、うんうん、でなんかこう主人公に食わせてもらってるじゃないですかその辺って全然リアリティないんで、家賃がなんか8万5000円とか出てくるけど、はいはい、結構な額やし 2LDK でなんかそう人を養う余裕なんて東京、まあ、練馬とはいえなんかあんまりリアリティはないなと思いつつ、でもなんかその共同生活の楽しさみたいなのは、はい、うん、なんか知ってるやつやなって感じでしょ、うん、あの面白そうではありますよ、うん、こういう生活って、うん、
だからなんか僕がこの本を読んでて面白かったのはそのやっぱ共同生活が始まった中盤からやったんで、うーん、その、まあ、僕これ単行本なんですけど、はい、単行本の102ページからあの島田が再びって書いてるんですよメモで、はいはい、で島田くんは一回何日か泊まりに行って、まあ、ちゃんと出て行ってくれるじゃないですか。でその後アキラとヨーコが泊まりに来てそのまま住み着いてしまって、でそっから島田も来て4人生活になるっていうのが、うん、この単行本だったら、まあ、102ページからなんですけど、でこっからこう家にどんどん人が増えていく感じ、まあ後でボンタとかも出てきて、うんうん、なんかそのやっぱ共同生活の雰囲気っていうのは僕は楽しかったんで、なんかここからどんどんなんか物語がなんか物語っていうかまあ本の中のこう世界がしっかり出来上がっていく感じっていうのが読んでて面白かったですね。だからそれまでは結構バラバラやったんですよそのピースというか、うんうん、そうですね、要素が、うん、まあ、僕とアキラ、まあ、僕と島田みたいな感じで、そうですね、うん、僕との関係がだんだんそれが少しずつつながってきて、うん、この家の中のメンバー同士っていう、うん、グループ感が出てくる、うん、だからそれぞれのエピソードとかはほんまに小話でしかないんで、うん、その三谷さんの話とか結構それぞれはほんま自由に勝手に動いてるなっていう感じだったんですけど、それがなんかまとまっていったところから本と一冊の本のなんか定義を出してきたなっていう、それで言うと、島田はいなかったけれど、あの由美子と、アキラと僕の3人で、由美子でしたっけ？あ、陽子。陽子かずっと。陽子と3人で夜の遊園地に行く話。はいはいはい。その話があるじゃないですか。豊島園ですね。豊島園に行くの。まあ、あれはちょっと、なんていうか夜の高揚感があって、うん、そこはいいなって思いましたね。みんなで夜、閉まってる豊島園に忍び込むみたいな。うん、でもあれもやっぱりそこが面白いっていう思うのは、なんというかやっぱりちょっと動きがあるというか、うん、小説のな、あのこのプレーンソングが目指しているような何もない日常ではない非日常のところで面白かったから、うん、そういうふうに思うとやっぱり自分の面白いって感じるところがやっぱり日常的なところではなかったなっていう、うん、ふうに思いました。そうですね、まあ、そうなってくるんだと思いますけどね結局、うん、なんかその、まあ、海のシーンとかも一応もうハイライトじゃないですか。そうですね、うん、なんかその本を読んでるとやっぱそういうとこにこう山をやっぱり持ってきてるから、なんかそこが注目、そこを注目してこう全体を見ていくみたいになるんじゃないですか、なんかこう起点になっていくというか、そういうところなんかこういろんなことをねこうだんだん後半に語り出していくじゃないですかそれぞれの。そうですね、そこはちょっとしっかり話しておきたいなと思ったんですよね。ああそうですか。なんかもう結構終盤の方で島田っていうのがすごい、カメラ好きというか、まあ、映画は撮ってないけどもビデオいっぱい撮りだめしてるんですよね。ゴンタですか。あ、ゴンタが撮ってて、はい、まあ、ゴンタが撮るビデオっていうのがちょっと変わっていて、うん、なんて言うんでしょう、動きのある人をにばかりカメラを向けるんじゃなくて、そうですね、うん、その何も起こっていないところを撮るとか、そういうところに僕はいいと思うんですよねみたいなことを話すじゃないですか。はいはい、ちょっともう少し丁寧に言うと、なんか人にフォーカスを当てないみたいな、そういうところ、うん、全体を撮るって言って言うと160ページぐらいですね。ちょっとどこか言い直したいな。なんか僕これ一個思ったのはなんか物語がなんか嘘くさいみたいに言うじゃないですか。あ、そうですね。で、なんかそのどう言ってんの、そこのやつらの話って言ってなんか会話を聞くんかな。ああいうのってほとんど作り話でしょ話を作れるだけあいつらマシだけど、うん、なんかそういうなんか物語があんま好きじゃないみたいな、そういう話でしたね。そうですね、うん、なんかゴンタのセリフで、まあ、なんかその撮り方をちょっと自分は工夫してるっていう話なんですけど、うん、まあ、これって結構訓練がいるんです。こうやってビデオ撮ってると僕はビデオのフレームで周りを見ちゃうわけでしょ。だから油断するっていうか、油断はちょっと大げさだけど、とにかくつい喋ってる人とか一番動いてる人にカメラが行っちゃって、でもそういうのってどっか変でしょ、ですかね、うん、でそういう風に撮ってると映画に、普通の映画のことだけど普通の映画になっちゃうんですよ。映画って大体喋ってる人を中心に撮るでしょ。そうするとその間って
聞いてる方の人が何してるか分かんないでしょっていうような言い方するんですよね、はいはい、まあ、聞いてる人もちゃんと人だからみたいな、そういう聞いてる人 のところに、まあ、この人はカメラを向けるっていう、うんうん、話で、それをすごい主人公の僕が感動して、お前すごいよって言って興奮するシーンがあって、でここは結構、この、まあ、ある意味小坂和志の考えをすごい、そうですよね、うん、語らせてるなっていうのがありましたね。なんかこのほんまデビュー作やから、なんか自分のこうポリシーというか、うんうん、その小説の書き方みたいなそのまま乗っけた作品ですよね。これ、そうですね、言わしてますよ、言わしてますよね。あの犬が通り過ぎるところですよね、あの犬と話がそう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 、そこでもそうですね。今引用したのは、まあ、まだ家ですけど、あ家とか、うん、でもあの海で犬と飼い主が出てるシーンでもそういう話をしてます、うんうん、これってでもなんか、うん、あの僕はなんかそういうのもまあ、あるかなとは思うんですけど、うんうんうん、私もなんか分かるんですけど、なんか分かるけど、なんかすごいそのままストレートに行っちゃってるなと思って、うん、まあデビュー作だから言っちゃうのかな、なんかすごいそれをそのまま言っちゃうのってなんかまあなんて言ったらいいのかな、それを言わないでうまく伝えるのがなんかちょっとこう腕の見せ所というか、うん、自分の考えてるのをそのままセリフとして登場人物に言わせちゃってるなっていうのがちょっと気になりましたね。何やろな、でもそれはどうなんでしょうね、後から気づくもんなんですかね、なんかこう知ってたからそう思うじゃないですか、はいはい、うん、その、まあ、僕が読んだ時は全然知らなかったですけど、で、うん、後でこの穂坂和志のウィキペディアを読んだ時にこう作風として、まんま同じことが書いてあったから、はいはい、同じようなことが、あだからこう読んでる時はそんななんか、なんかまあ一緒やなとかぐらい思ってたんですけど、うん、その本人のこう書き方をそのまま書いてるっていう風にはまあ分からなかったんで、うん、私は結構この人の小説読んでないのに割とこの人のそういう作風とか、文学に対する考え方みたいなのを知ってたせいもあって、うんうん、ちょっともういろいろ分かってる上で読んでしまったから、うんうん、特にその辺が気になっちゃいましたね、うん、実際この人がこのフレンズソングを書いてる時点で意識的だったかは分かんないですけど、うんうん、まあね無名でしょうからね、うん、この時はだからこの本の書き方自体は、うん、そうあんまなかったですよね、小説で今まで読んだ中では、こういうなんか起伏のないというか、起伏はまああるんですけどそのストーリー立てをしてない小説っていうのはあんまり読んだことなかったなと思いました、ね、うん、あともう一つくらいなんていうかすごい価値観が出てるなっていうセリフがあって、うん、とそういうあの何でもないシーンを撮るってそういうのとはまた別の話なんですけど、はい、競馬の話、はい、競馬の話で、はい、まあ、どういう馬が本当に強いのかっていうようなことを言うシーンがあったじゃないですか、はいはい、確か石上さんっていう主人公の友達、うんうん、競馬仲間と、うん、話してるシーンで、まあ、ダービーに勝つ馬ってどういう馬かなっていう話をしてる時に、うんうん、まあ、なんか圧倒的に勝つ馬っていうのもまあ強いっちゃ強いけど、2着との差も体半分とか、まあ、中途半端な差で勝ってるような、馬であんまり記憶に残んないけどちゃんと結果としては勝ってる馬っていうのが強いみたいな、うん、そういう風に語ってるシーンもあって、ここも結構なんか穂坂和志のイズムが出てるんじゃないかなと思いましたね。なんかあんまりその華やかさみたいなところでの強さっていうのはそれ華やかにぶっちぎりで勝ってるっていうところじゃなくて、うんうん、もう少しなんていうか泥臭いというか細かいところで、細かいっていう話じゃないですね。それ小説家としてってことですか？どうでしょうね、小説家よりもう少し大きい意味でのなんか人間感が出てるというか。まあ、どうなんでしょうね、そのなんかダービーをどう捉えるかによってくるんで平和の捉え方ってどうなんでしょうね、なんか結構小坂和志ってそういう風に強さに対してこういう風に考えてる人なのかなっていう風に思っちゃいましたね。ああそうですか、うん、なんかやっぱり常にこの小説を読むと、はい、その小坂和志っていう作家をすごいこう意識せざるを得なかったというか、はいはい、ああエッセイ読んでたんでしたっけ、なんかエッセイっていうか、なんだっけな、書きあぐねてる人の
なんちゃらかんちゃらっていうのと、はい、あといくつかちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、うん、結構その文学ってこういう風に自分は思ってるっていうようなものは読んだことがあって、はいはいはい、結構あの小説は読んでないけどこの人の考えっていうのが割と私は知っていて、うんうんうん、だからこういう小説を初めて小説読みましたけど、うんうん、あの作品の中に入り自分が没頭するっていうかよりかは常に小坂和志のなんていうか、うん、面影を感じながら読んでたんで落とし込んでる、うん、自分の考えとかを言わしてるみたいなことなんですよね、うんうん、なんかそれはね読んでもよく分からんことが結構ありましたね僕はそれなんか言ってるけど、はい、うん、なんかそのさっきのそのゴンタの映画館にしてもそうなんですけど、はいはい、うん、まあそうなんかって思うだけで、なんか自分はそんな感じ、ああまあそういうのもある、そういう映画もあるよなとは思うけど、ああじゃあ特にそっか、そうだからまあその小坂和志がそういう思想なんかなっていうのはあるんですけど、はい、うん、だからそれについてどうっていうのはあんまり思わなかったです。うん、この中電話の会話もあったじゃないですか。あれ何なんて思いましたけど。どれですか。電話の会話。あの、ユミコとの電話の会話で、あ、はいはい、結構最後の方で長いやつがあったんですよね。何でしたっけ。なんかこう、俺たちの時って、みたいな。なんかこの単行本やったら168とかなんですけど、はい、なんですぐそういう言い方になっちゃうんだろう。でも本当に俺たちの時だからしょうがないんだけど、でもなんか違うんだよ、逆なんだよ。俺たちの時ってことばかり言いたがるやつが嫌なんだよっていうことを話したいみたいな。あー、なんかあったような。戦争が終わって10年かそこらで生まれて、東京オリンピック、大阪万博、札幌オリンピック、それぞれ一つの時代の区切りのようにしてあって、大学に入ると学生運動の残りかすが意外に大きいのか、やっぱり小さいのか計測しがたいものとしてあって、中上賢治が芥川賞を取るまで戦後生まれには文学はできないなどと言われる、あ、めっちゃ書いてあるんですけど、はいはい、何なんこの話って思いながら。ありましたね、確かにそんな深いさな、うん、なんか言いたいんやろうなっていう感じだけ。あんまりそこを深掘りしないんで、うん、この小説の中というか、はいはいはい、なんかこう自分たちが若い時はこうだったみたいなことが、うん、こうちょっとだけ語ってる、うん、でなんかその陽子が20代で10歳下やから、なんかそことの違いみたいなのをなんか電話で言ってるんですよ、うんうん、なんかこの辺の話とかはなんか言ってるなぐらいにしでも そういう風に言ってるなぐらいで流しちゃった方が、うん、小説をシンプルにこう小説として読むっていう形としてはいいんじゃないですか。なんかそこに常になんか これってなんか小坂和志のなんか思想出てるよなみたいな、なんか好きな人は多分そこに引っかかってこうしっかり読み解いたりするんでしょうけど、なんかあんまりその、まあ、初めて読んだし、はい、そこにそんなになんか何やろ共感とかは特になかったから、なんか何か言ってるなぐらいで終わった。なんかこうああいうことはああいうことなんだとか、そういう言われ方されても分かんなくなっちゃうんじゃない。だいたい今の私の言いたかったものはああいうことの方じゃなくて続けていくの方だったんだからとか、そういう話をしてるんですけど、うん、なんかこう意味のないことを意味上げに言ってるっていう雰囲気は僕はあって、でも、はい、多分ここをなんかしっかり捉える人もいるんやろうなと思いながら、こういう考え方好きとか思う人は多分ここをちゃんと読むんやろなっていう、で多分この小説とかにそういうのも入れたかったんやろなみたいなはすごい感じるけど、うん、ただ自分はそんなにそこは、うん、いいかなと思いました。でもそこを味わってほしいんじゃないですか、書いてる身として。多分だから好きな人はそういうのも含めて作家が好きってなるんでしょうね。でそのくどいっていうのはちょっとあったんですよ、やっぱあの犬の話とかでも、犬にめっちゃでかい声で話しかけてる人の話が一番最後にあるじゃないですか、はいはい、あれちょっとくどいですよね。僕からしたらなんかいい話風すぎて、そうですね、犬に対してなんで大きい声で話しかけてるかが、うん、まあ、分かっちゃうシーンですよね。そう、犬のちょっと耳が遠いから話してたっていう、うん、でこの犬との話をそこから延々とするじゃないですか、その飼い主が。なんか初対面の人なのにめっちゃ話しますよね、ここで。まあそれは多分そのだからこの前振りがちゃんとあったじゃないですか、あの最初にちょっと触れ、うん、そうですね、
ちらっと出てきますもんね。あの、まあ、そもそも、なんで近いとこがいいかっていう話になって、海に行くんやったら近いとこの方がいいって言われて、陽子が言ってて、あ、はいはい、でなんでって言ったら、連絡なんかもう一回会いに行きたいって素敵な人がいた時に会いに行けないからみたいな、うん、しか遠いと、うんうんうん、だから近いとこがいいって言って、で鎌倉になったんだっけ。そうですね、うん、でそこでなんかいい人に出会うみたいな、その前振りがあって、今実際そのいい人っていうのが犬にでかい声で話しかけてる人やって、うん、っていう、なんかそのでそれに陽子が話しかけに行って、なんででかい声で話してんのかみたいな感じで、なんか3日連続で会ったから、うんうん、で実はみたいな話がこうどんどんこう続いていくというか、繋がっていくけど、うんうん、なんかそれはあ、なるほどと思いながら読むけど、ちょっとくどいなと思って僕はもうそういうのよりもっとなんか自然な部分が面白かったんで、あのそのつながりのない前振りのないこう、はいはい、情景、それこそなんかこうシーンとして描かれてるようなところの方が好きやったんで特にここってあります、このシーン良かったっていうの。いや僕はもうなんかあの部屋で酒飲んで4時ぐらいまで飲んでたみたいなそういう話でそういうとこが好きでした。でなんかそれぞれ自由なことやってるみたいな、うん、でなんかこう、あとはだからこう島田とかは割となんかこう、これもちょっとなんかくどかったんですけど、あの砂がついてんのにどこでも寝るみたいなとか、うん、なんか説明ちょっと硬いなとか思いながら、確かに島田はそういうタイプの人間だっていう、そうそう、それすごい言うからそれを別になんかそのまま書いとけばいいのにでもなんかそういうなんか全員みんな自由に動いてるみたいな感じとかは、うん、だから説明方やなと思いましたけど、うん、うん、そういうのは割と面白かったとか、だからやっぱ神話性があるんですよね、こういう生活風景に。そうですね、河野さんの話を聞いてるとそんな気がしてきます、ね、そうですね、やっぱシェアハウスとかで暮らしてた時に結構それが僕はまとまってなかったシェアハウスやったんで、みんな仕事も違うし、なんか考えてることも違うしみたいな、そういうのが雰囲気が良かったなっていう。何やったっけな、なんか今映画館でやってる なんとか何やったっけな、忘れたけど、物件俳優なんとかかな。ああ、はいはい、出町座でやってるんじゃないですか。うん、そうですね。でそれもなんかシェアハウスの映画っぽいんですけど、はいはい、旧物件俳優亭裏長屋かな、これを僕なんか予告だけ見たんですよ、はい、この間行った時に、はい、で本編見てないんですけど、はい、これとかは僕がちょっと苦手なタイプのシェアハウスそれ予告見る限りは、どんな感じなんですか。ね、ウェットな感じ、人間関係がそう、でこう、まあこれは僕のイメージでしかないんですけど、こう兄弟とかの、あの寮とかの、はいはい、こうなんかこうつながりがこう上下やったり横のつながりがこう密な感じ、はいはい、うん、まあ、そうですね、まあ、このなんて言うでしょう、グッケンハイム亭ってこれ神戸にある異人館を、はいはい、今は何でしょうね、イベント会場とかにしてて、多分その住んでる人たちは、まあそっか、でもシェアハウスみたいな扱いなのか、割と芸術活動をする人が住んでるんじゃないですかね。うん、まあ、多分この建物に住むっていうことにやっぱりアイデンティティが多分あるから、うん、みんなそこに集まる自分たちにちゃんとこう仲間意識みたいなのが強いんじゃないですかね。そうなんですかね。その辺りが河野さん苦手なんじゃないですか。僕はなんかそういうこう、なんやろうな、こう人の距離を結構詰めていく感じっていうのがしんどいんで、その一緒になんかしようとか、こうなんかもっとこうそれぞれ個人が自由な方が、まあ、シェアハウスもじゃあたまなんか、別にみんなでなんかしようぜとかいうわけじゃなくて、たまたま居合わせたからちょっとまあご飯でも食べようぐらいの、そんなんの方が気が楽なんで僕はそれはね、私もそうですよそうだからそういうシェアハウスはちょっと苦手なんですよね、なんかこう密なやつは、うん、なんかその辺が結構対極やったかなと思って、このフレンソングの共同生活はまあすごい気楽な感じなんで、うん、割とそういう意味で理想的な部分があったなと思って、誰も何も文句言わないじゃないですか。そうですね、勝手に してればな、うん、なんか僕がすごいなんていうか全然細かくなくて、うん、転がり込んできてね、養ってるのに
そんなにその辺を何ていうか偉そうに言わないし、まあ、なんかこだわりがないっていうか、うん、あとはなんかその食費とかむしろ洋子は作ってくれるから安くなってるとかで、あの外食ばっかりの時に比べてそうですね、うん、確かにとこう理想郷のような、いや結構だから僕はこれ読んで、こういう感じの雰囲気とかこういう世界観の映画だったりとか小説やったりとか作りたいと思った人はいっぱいいたんちゃうかなと思いました。そうですね、うん、わかります、ね、読んでて楽しいというか、なんかこう、なんかこう理想的って思って、うん、こういうの作りたいっていうのはあると思います、うん、なんかサッカー寿司こう進化というか、はい、割とそういうところにこう惹かれたところかなとかは思ったんですけど、うん、その思想的な部分もあるかもしれないですけど好きな人がいるなっていうのは私も分かりましたし、ちょっとマイナスな印象で話しちゃいましたけど、もう少し読みたいと思いましたね。うんうんうん。それ、まあ、続編も読んでもいいですけど、はい、なんでしょう、もうちょっとこう年を重ねてから書いた本とか、カンバセーションピースっていうのもすごい評判がいいんで、うんうん、もう数冊はちょっと読んでから。そうですね。うん、まあ年代ごとぐらいで読んでもいいですしね。うん、ちょっと評価が固まってきたあたりとか、あとほんま最近とかでもね、うん、でもやっぱりデビュー作だし、うん、何年も前に書かれたもんだから、まあいくらでもなんか文句はつけられちゃうんであれですけど、まあまあまあそうですね、うん、言ったらまあ素人の段階で書いてるやつ、ね、そうですよね、そういう意味じゃん、まあ、なんかでもこういうのがこういうことしたいんだっていう気持ちはすごい伝わってきましたね、うんうん、最後のシーンにちょっとこう、もうセリフだけのシーンが数ページ続くじゃないですか。はい、ああいうのもちょっとこう気持ちいいし、読んでて、うんうん。もうなんかその、いわゆる現代のこう、エモみたいなやつをね、その90年代にこう体現したって感じでした、うん、こういうのやりたいんやなっていうのは、だから若い人とかには特に受ける感じやと思いますけど。何でしたっけ、北野武の、はい、この夏一番静かな海って作品知ってます？ああ、僕は全然知らないですね。なんか、昔のやつですか？昔のやつですけど、男女2人、若い2人がいて、その2人は確か話せなかったのかな、ちょっと病気というかで、うん、話せなくて、すごいシーン、音が少ない映画なんですよ。はい。で、海沿いに住んでる確か話で、うん、ちょっとそれをこの話を見ながらちょっと思い出しました。うーん、すごい、うん、サイレント映画っていうほどでもないんですけど、すごいこう、うん、絞ったような抑制の効いたような映画で、映画でそれやったらほんまあれですか、ほんまシーン情景がメインになってます、うん、綺麗な映画でしたよこれを、うん、この本なんですよって思い出しましたね。うん、そう。 あとこれ今の話で今までも全然触れなかったですけど、はい、すごい猫が出てくるじゃないですか。はいはい。で、コンさん猫飼ってるし、なんか思うことないんですか？猫僕はまあ奥さんが飼ってるだけなんでなんか猫のあれは長いなと思いましたけどね。最初ほとんど猫の話ですもんね。そうですね。で途中からあんまり猫出てこなくなるんですけど。そうですね。それこそさっき言ってた、だんだんみんなが集まってくるあたりからは猫の話が出てきます、うん、その猫の話っていう意味では出てくるけど、まあ、ほぼ洋子の話になってくんで、うん、その猫を餌付けして名前覚えてるとか。そうですね、うん、確かに猫でも僕ちょっと気になったのはこの猫を呼ぶ時の音。ああ、あれね、ちょっと私字面でしか認識しなかったです。それが舌をなんか鳴らすって言ってて、つゆっつゆって書いてあるんですよそんな、なんか普通にあれなんて分かるんですけど、うん、なんかチチチってやつでしょ、ね、うん、これがなんか文字でつゆっつゆって書いてあると確かにこれちょっとね、なんか珍しい表現やなとは思いましたね、うん、まあ、言うはね、ちっちゃいからあれなんですけどまあ、鳴らす音なんですけど、文字で見るとつゆつゆって呼んでしまうんですよこれ結構最初出てくるんですよね、このつゆつゆが。そうですね、何回か出てきますね。つゆつゆって言うかなと思いながらその猫を餌付けする話で、はい、何でしたっけ、
かつお節、うん、かつお節のパックをあの、うん、持ち歩いてれば、はい、猫に出会った時にあのかつお節あげられるからいいよみたいなアドバイスを、うんうん、もらうじゃないですか、ユミコから、はい、でかつお節パックをなんかあの本の付箋に 使えばみたいな提案があって、うん、挟んでそれはちょっとあのなんか面白かったですね。なんかこの作品で結構好きなあの話でしたよ。このあなんか本のしおりがによって小さいかつお節パック持ち歩くって話は結構好きでしたね。だから単行本なんかなと思うんですよ。文庫やったらなんかでかすぎるでしょ。そうです、はみ出しますよね。あのなんかあれでしょ、透明の袋でしょ。そうそうそう、かつお節小分けの。なんかこれ猫好きな人やったらいいかもしれんけど、結構な迷惑なんでね、こうやってること。そうですよね。まあ、まだ多分ね、時代的に許されたんでしょうね。そうですね。これね、今問題ですよね、こういうのって。やっぱまあ実際こう作中でも管理人に怒られるみたいなのがね、怒られるんで。ねえ、ね、野良猫。いや、その辺もちょっとやっぱね、幻想的なんですよ。うん。あの、そうそうそう。舞台、リアルな舞台でありつつ、話としては幻想的。主人公はね、あんまりやっぱこう語り部色が強いんで、うん、あんま個性が見えないなっていうのは。なんかあのアキラに対してめっちゃあのすごい強くないですか、口調が。ああ、こんなもんなんですかね。ああ、まあそうなんかな。なんか言っても別になんか平気やからみたいな感じで言いますね。うん、せっかこれアキラに対するセリフですけど、なんかすぐ自分のことばっかり言うなよ、本当にお前はいいんだよ、お前は、通俗な世界での長寿なんだから大丈夫、通俗世界でならアキラは天才だよって、ちょっとかわいそうなかわいそうだなと思いましたけど、まあだからそれは意味わからんから言ってるみたいな感じですもんね。そうですね、ねえ、それって褒めてんの、けなしてんの、まあ、あのちゃんと人間関係がしっかりしてるからこその暴言なんでしょうけど、あとはまあそういう、こうなんていうか頼られてるから、もうそれぐらい言ってもいいやん。まあそうですね。まあアキラがあの海に行くのにレンタカー使いたいって言ったら、なんかお前自分は金出さないからってすぐレンタカー借りようとか、なんでお前自分の貧乏をもっと見つめないんだよ、お前貧乏なんだから電車で行けばいいんだよ、電車で、それぐらいのことはこう言いたくなるキャラやからそうです、ね、うん、言ってほしいところではあるかなと思うんですか、読み手としてはやっぱちょっとアキラ鬱陶しいんで、アキラはだってあのなんかこうちょっと海初めて見た感じでテンション変わってこうちょっとキャラなんかよく描かれてるけど、基本ずっと鬱陶しいだけなんです。そうですよね、アキラちょっとね実際いたらちょっと私はあんまり、そう、なんかこう女性受けはいいかもしれんけどみたいな感じじゃないですか。そうですね、その顔が良くてみたいな、あのテンション高くて、うん、あまり上手で、基本的にやっぱ嫌われる男性からは島田みたいなのがいいですね。うん、そうですね、まあ、自己主張があんまなくて自由で、僕は大体そうそう、保坂和志のことが好きなあの阿久津さんいるじゃないですか、はいはい、あの不机の方、うん、で、不机の阿久津さん あの日記本今私読んでるんですけど、はいはい、この他も読んでたじゃないですか、はいはい、結構あのこのプレーンソング読むとちょっとこう文章影響あるなって思いませんでした、うん、あ、文体ですよね、文体、うん、なんかちょっとこう、長い文章という一文が 長いというか、うん、あのなんていうかあんまりこう整えないような書き方っていうかは結構あの似てるなと思って、まあ影響受けてるんでしょうね、うん、やっぱりその文体には個性がありますよね、うん、だからまあめっちゃ好きやから多分真似してるんやろうなっていうのはすごい思いましたよ、うん、その阿久津さんが、うん、でこうプレーンソングもちょっとやっぱ日記っぽいですよね。あ、そうですね、最初の方とか特になんか毎日の出来事みたいに書いてるじゃないですかそうですね、確かに日記にも確かに見えなくもないな、これは。うん、書き方がやっぱりそういう物語が進行していくっていう感じではないし、うん、で、まあ、一人称視点やし、うんうん、なんかセリフとかもほんまになんかこういう話をしたみたいな感じのセリフの書き方やから、はいはい、なんかそういう視点がやっぱり日記っぽいなと思いました、うん、そのセリフ以外のところが、まあ、全部一人称っていうのもあるし、はい、こうなんか流れていく自分が見てるものを書いてるっていう感じ、うん、そうですね、確かに日記っぽいな、
まあ、序盤は特に思いましたね。他の作品はなんかそのウィキペディア情報やとほんまになんかこうこの作品でまたステージが一段階上がるみたいな、なんかそういう風な書き方は何個かありましたね。あ、そうですか。なんか子供の視点が出てくるとかなんか、なんとか忘れましたけど、あ、確かに後ろの期間本の紹介で季節の記憶っていうので息子が出てきますね。うん、だからそれはそれで面白いやろうなと思いますけど、ね、うん、その違うまたこう 作風というかステージとして、全体的には雰囲気だったな。なかなか小説では新鮮でしたね。そうですね、あんまりまた新しい感じだったなって読んでなかっただけなんですけどもうね30年以上前。そう、だからまあ好きな人がいるっていうのは分かる感じだった。分かりましたね、うん、だから、まあ、自分も結構好きだったんでこの感じは、うん、また他のも読みたいと思いました。私は、まあ、この作品だけだとちょっとまだお気に入りにはならなかったけども、うん、ちょっとなんというか気になりますね、まだまだ、うんうん、そうだからもう一回読みたいとかは今そんなすぐには思わないし、ただまあ続編はちょっと気になるけど、はい、多分続編よりもこれの方が好きってなるやろなっていう予感はするんで、うん、これってなんかのプレーンソング、プレーンソングの方が多分最初の印象やから、うんうん、なんかこれぐらいで終わってくれた方が良かったって思うかもしれんなと思う。そう、続編どうなのかな。続編でも一冊になった本も売ってましたね。あ、そうです、セットになって、うん、なんかこういう、私がそういう風にこの今回そうやって小坂和志のある程度こう文学感みたいなの知っちゃってるじゃないですか、はいはい、でそういうのって小説を読む上で、まあ、ある意味ちょっとノイズになっちゃうじゃないですかそうですね、特に初めて読む時は多分そういう時ですね。シンプルにこう没入できないから、うん、なかなか、まあ、自分が読んじゃったのが悪いんですけど、そういう作家の思想っていうのはあまり意識しない方がいいかなって思いましたね、うんうん、そうですね。逆にでもそういうのがないと読めない時もあるんですけど、何が言いたいのか分からんとか、うん、なんかこう人によってはこう作家性がこうはっきりしてる方がちゃんと味わえるっていう場合もあるんで、うん、今回はあんまりそれが裏面出たっていうのが、まあ、特に読み慣れてる作家とかやったら、はい、なんかこう読み慣れてるかせからなんとか読めるみたいなのもあるんで、うん、なんか最初にこの小説を読んで何を言いたいのかわからないっていうので、うん、まあ、その作家 の小説論とか、まあ、いろんなインタビューみたいのを読んで理解するっていう 順序だったらいいと思うんですけどね。はいはい、まあ、普通はそうなってきますからね、うん、ちょっとね順序が良くなかった。あんまりそういう順番になることないですからね。そうですよね、うん、作品を先に読むことが多いし、うん、でそっから何やったんやろって思って作家に行く方が順番としては多いから。私は前も言いましたけど、この小坂和志が尊敬してる、尊敬かわかんないですけど、うん、慕ってる小島信夫っていう作家が好き で、はい、でその小島信夫と保坂和志のなんかこう往復書簡みたいな本もあるんですよ。あ、まあ、そういうのも通してちょっと知っちゃってるんですよね。あ、さっきにそれもそうなんですね、うん、だからまあレアケースですね、うん、出会い方は。そうですね、だいたい小説さっき読んでるんで、うん、ついに保坂和志を、うん、いや僕はでも思ったより全然読めたというか、何やろ、全然好きな方やったんで、だから良かったなと思うし。